こんばんは。11月1日金曜日、夕方のいばきら TV ステーションの時間です。この時間もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ本日夕方のいばきら TV ステーションも、はい、ゲストは2組ということで、2組、はいはい、まずはですね、茨城大学工学部の鈴木研究室のこちら皆さんにお話をお伺いいたします、はい、どういった研究をしているのか、そうですね、そしてその研究でどういったことをしたいのかとかですね、たくさんお話をお伺いいたしますので、この後すぐですお楽しみに、はい、そして毎週金曜日は水戸芸術館のアートディスカバリーのコーナーということで、はい、11月12月と水戸芸術館さんイベント盛りだくさんということなので、はいはい、その情報をたっぷりとご紹介していただきたいと思います。はい、はい、それではいばきら TV ステーション、いってみて。岩切愛です。本日は茨城大学工学部の鈴木研究室の皆様にお越しいただきました。まずは助教の鈴木武人さん、よろしくお願いします。そして鈴木研究室修士1年の岸雄大さん、こんにちは。同じく修士1年竹林雄貴さんです、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。鈴木研究室ではどういった内容のことを研究されているんですか。はい、私たちの研究グループでは、はい、光や電磁波に対して、はい、少し物理では異常なあべこべ現象を起こすような、はい、そういうふうな研究をしています。具体的に、はい、分かりやすく言うとどういったことなんでしょうか。はい、例えばですね、ハリーポッターの透明マント技術につながるような要素技術の研究を今進めています。へえ、はい、透明マント、はい、先週ちょうどやってましたよね、はいはい、テレビで、はい、僕は見てました。そういったことを研究されてるんですね、はい、そういうのは実現できるものなんですか。現状では、はい、例えば携帯電話で使う周波数では、はい、まあ、完全ではないですがほぼ完成をしていまして。あ、そうなんですか。はい、私たちの研究室、研究グループでは、はい、それをさらにいろんな周波数やさらには光に向かって、はい、まあ、光の一歩手前のところの周波数でも実現をしていきたいなということで研究を進めています。周波数っていうのはそんな 何種類もあるものなんですか。そうですね、はい、例えば携帯電話ですとか、はい、例えばテレビ、ラジオ、はい、周波数がどんどん上がっていきますと光に向かっていったりとか。はい、面白いですね。ありがとうございます。この、まあ、そういった研究をされていらっしゃるということなんですけども、はい、研究で達成したいことっていうのはどういったことになるんですか。はい、おそらく研究を実際にですね、はい、担当してくれている学生さんから、はい、アピールをしてもらうと面白いかなと思いますので、はいはいはい、私たちは、まあ、先ほどの透明マントにつながるような技術として、はい、テラヘルツ波帯で偏光素子というのの研究に取り組んでいます。はい、偏光素子というのはどういったものになるんですか。はい、よく昔、まあ、理科の実験などで、はい、まあ、偏光板というのを2枚こう重ねると見えなくなったり、はい、まあ、1つずつだと見えるんですけど重ねると見えなくなる、まあ、必要な成分だけを、必要な光電磁波だけを取り出す、そのような素子になります。あ、そういうふうにその重なったところが見えなくなるっていうのが先ほどの透明マントのっていうことにもつながるってことなんですか。まあ、いずれ、まあ、すぐに直結っていうわけではないんですけど、はい、いずれはそういう技術につながるような、はい、こちら先ほど ドイツで発表されたんですか。はい、今年の9月に発表させていただきます。はい、つい最近なんですね。はい、このテラヘルツ帯っていうのがその周波数なんですよね。はい、周波数の一つの種類になります。なぜこのテラヘルツ帯で、はい、やられてるんですか。と携帯電話とかですともっと低い周波数で、はい、実際にも実用化がされていたりするんですが、はい、テラヘルツ波帯っていうのはまだまだ未発展の発展途上の周波数帯になります、はい、でそこをまあどうにか
発展させていこうということで、テラヘルツ波帯の素子の研究をしています。こういった研究って、まあ、その透明マントっていうのは本当ドラえもんとかアニメの世界の話のようにも聞こえるじゃないですか、はい、って思ってしまうんですけども、こういった研究を実際されてる大学って他にもあったりするんですか？そうですね、各県の大学、はい、例えば大阪大学、はい、京都大学、東京大学、はい、あの10校程度の大学はかなりの力を入れて大学を挙げて研究を推進しています。そうなんですね、はい、やっぱりその各校その大学で、はい、やっぱりその技術の確立が目標っていう形になるんですかね、はい、そうですね、あの基礎研究に集中しているところ、はい、さらには私たちのスタンス、はい、モチベーションとしましては、はい、やはりあの茨城大学があの日立製作所の創業者の小平波平氏が立ち上げた学部ということで、はいはい、やはり基礎技術を工学という視点で、はい、エンジニア的な視線で、はい、あの人の皆様の役に立っていただけるようなそういうような技術にまで高めたいなと。あ、もう、はい、じゃあ皆さんが実用化できるような技術として研究して、はい、そして確立したらその後も違った形でこう皆さんに届けたいっていう思いで、はい、面白いですね。そういうのが実際にできる世の中になるとちょっといろいろ楽しい世の中になりますよね、はいはい、ありがとうございました。それでは一旦ここでお知らせです。時空戦士イバライガーイカのお寿司&交通安全 DVD がついに販売開始。イバライガーによる正しい交通ルールや防犯用語、イカのお寿司の防犯講座など楽しく学べる内容になっております。 DVD2 枚組で価格は2,000円。お求めはイバライガーが出演するイベント会場で。研究室ではその他にも研究寄付資金事業、はい、こういったことをやられているとお聞きしましたけれども、はい、これはどういったことをやられているんですか？はい、私たちの研究室、はい、研究グループではやはり毎年国やさらには財団その他からも競争的な資金を獲得して研究を続けています、はい、そうですよね、お金、はい、やっぱり研究資金がないと難しいですよね、はいはい、その中でどうしてもあの多くの支援を国や財団、はい、様々なところからいただくんですが、はい、やはり数年間の期間を限定しているものであったりとか、はい、さらには年度の繰り越しなどが少し難しい場合、その場合に、はい、あの例えば素子をすぐに作りたい、はい、出張が入ってしまってすぐに発表にこぎつけたい、はい、その時の基盤となるような研究費をマラソンというチャレンジを通して集めようとしています、はいはい、マラソンですか、はい、こちらは実際にマラソンも過去にやられたりしてたんですか？そうですね、あの実際に今年の5月に、はい、あのハーフではあるんですが、はい、iPS の山中先生、はいはい、もちろんあの方はすごくレベルが高く私たち目指す存在のもう雲の上なんですが、はい、あの私たちの研究室も、はい、あの目指してということでハーフマラソンを実際に研究室のメンバーで走りました、はい、この研究者っていうのはイメージどうしてもこう室内にこもって研究に励むっていうイメージがあるんですけども、はい、体力ってやっぱ必要なんですか？あ、そうですね、実際に論文の締め切り前とかですと、はい、例えばアメリカの共同研究者と一緒に論文を書いて、はい、フランスの論文誌に出す、はい、全て時差が異なりまして、はい、締め切り1日前になると、はい、まあ、アメリカがお昼の時期にチェックをしてもらって、はい、フランスが朝を迎えたら投稿という形でやはり体力というところも、はい、あのとても大事なポイントになると思っています。そうなんですね、なんか本当全く真逆のイメージがあったんですけども、はい、実際にそういったマラソン、ハーフ、はい、皆さんも参加されたんですよね、はいはい、順位とかはちなみにお三方の、はい、あの残念ながら私が一番いいでした。
助教の鈴木さんが一番ビリで、はい、お二人は運動とかはされてたりしてたんですか？運動系の部活とか。はい、高校までは運動系の部活に、はい、あ、そうなんですか、はい、自分はバスケットボールやってました。あ、そうなんですね。意外となんかやっぱ運動される方もそういう研究されるんですね。なんか僕の全然イメージと違いましたね。実はあの研究は、はい、ある方が、研究者がおっしゃっていたんですが、はい、本当に最高のスポーツのようなもので、もちろんあの体を実際に研究では動かさないんですが、はい、やはり根気だったりとか、そうですよね、すごくスポーツに似た部分、はい、あとは自分で面白さとか情熱を持って取り組むとまた結果もいい方向になってくると、すごく特徴は似ている部分があるかなと思います。そうですよね、はい、研究しててもその成果が上がらない時期とかも絶対あるわけじゃないですか、はい、そういった時も根気よくやらなければいけないですよね、はい、もう本当こういったマラソンを通して、はい、いろんな方にこの研究といったことをやってて、はい、っていう目的とかいろいろこういうのを知ってもらえると嬉しいですよね、はい。でこの事業で集めさせていただいたお金といいますのは、はい、国際舞台、国際会議に参加させていただくお金に使用させていただきます。国際会議なんかもやられてるんですね、はい、私は今年の3月に、はい、アラブ首長国連邦のシャルジャというところに国際会議に参加させていただきました、はい、今年もあったんですね、はい、毎年行われてるものなんですか？はい、今年も、開催されることが決まっていまして、はい、あ、今年この後もまだ開催されるんですか、はい、今年2014年度の、はい、14年度の、はい、へー、やっぱりこういう海外行かれての研究発表って、はい、どうなんでしょう、いろいろ刺激になったりするものなんですか、はい、国際会議で発表すること自体も非常に自分にとっての大きな財産になるのですが、はい、その研究の発表でもまた交流を通じて世界各、はい、口の研究者との交流も通じて自分の研究をさらに高めるチャンスにもなっていきます。実際今年行かれてみてどうでしたか？はい、はい、自分の国際感覚、はい、ホテルの手配や現地での移動滞在などを通して国際感覚が非常に身につくと感じました。じゃあ実際に今年行かれたのは何人ぐらいで行かれたんですか？はい、今年は2名で行かせていただきました。そうなんですね、はい、なんか現地に行ってみてちょっと衝撃を受けたこととかってありました？はい、はい、印象的だったことが、はい、ドバイのスケート場を訪れた際に、はい、非常に大型なディスプレイがありまして、はい、そのディスプレイを作っている会社が日本製品だと思っていたのですが、はい、他国の製品でありまして、そこに日本の製品の魅力というのが世界に広まっていないなと感じまして、そこに非常にショックを受けました。確かに一時期の話の流れですと、話の流れといいますか、メイドインジャパンっていうのは信頼できるブランド表記っていうような時期ありましたよね。変わってきてるんですね。なんか研究以外にもそういった別のところにも視点が動いて、なんかこう新しく感じることができることもいろいろやっぱり海外だとあるっていうことですよね、はい、いいですね。で、まあ、こういったそのハリーポッターの透明マントのような、まあ、夢のような研究をされてるとは思うんですけども、まあ、今後の自分自身の、目標とか今後の活動とかありましたら教えていただけますでしょうか？私は日本製品の魅力をもっと世界に知っていただくためにも、で日本産業の礎になるため研究や仕事を通してアピールしていきたいと思っております。続いて岸さん、はいはい、先ほど実用化という話があったんですが、はい、と今後私の研究であったり仕事を通して世の中に貢献していきたいと思っております。はい、では最後に、はいはい、助教の鈴木さんからも、はい、やはり基礎研究で今までにない面白い結果を出す、さらにそれを何かの産業応用につなげる、さらにはそういうものを使って、はい、さらにはそういうものを土台にして本学茨城大学、なかなか地方国立大学、昨今すごく厳しい財政状況であったり
叫ばれるんですが、はい、やはりあの日立技術の町だと思うんですね、はい、やはりそういうふうな技術の底力、はい、その力というものを使っていろんなことに挑戦をして、やはり研究の楽しさを伝えていきたいなと思います、はい、そうですよね、本当夢のようなお話ですからね、はい、まあ、本日このご覧になって興味持たれた方とかいらっしゃいましたら、茨城大学こちら今下出ておりますので、鈴木研究室ですね、こちらで検索していただければホームページもあるということですので、はいはい、一人でも本当多くの方に知っていただいて、そしてマラソンを通じて寄付金であったり、こういった研究がどんどん続けられると嬉しいですよね。ありがとうございます、はい、本日は茨城大学の鈴木研究室の皆さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。茨城新聞ニュースをお伝えします。ひたちなか市の那珂湊漁港で昨日朝、サンマが今年初めて水揚げされ、待ちわびた関係者らで活気に包まれました。那珂湊漁協によりますと、初水揚げは昨年と比べ2日遅いということです。今回水揚げしたのは岩手県大船渡漁協所属の岩崎稲荷丸で、宮城県沖およそ80キロ東で、先月26日の夜から27日の朝にかけて操業、およそ22トンを漁獲しました。関係者によりますと、今年のサンマ漁は漁場の海水温が高いため、昨年より水揚げ量は少ないということです。漁船から網で下ろされたサンマは競りにかけられ、次々とトラックで魚市場などに出荷されました。この日の競りでは高値で1キロ当たり180円がつき、仲買人の男性は例年は高くても120円、魚屋からの注文分だけ仕入れたと話しました。少し水温があったかいっていうからね、もっと遅れるかなと思ったんですね、まあ、若干遅れたぐらいで一応ね、第一線が入ってくれたんで、結構言い方だと思いますよね、うん、大きいやつは丸々してますから、はい、魚体が油はあると思いますよ。80何隻ぐらい延べ席数で入ってましたけども、あ、今年もね、それに近いぐらい水揚げできればと思ってますけどね。サンマの水揚げは12月20日頃まで続きます。次のニュースです。少年の非行防止対策を強化しようと、県警と常盤大学は先月30日、水戸市笠原町の県警本部で連携協力に関する協定を締結しました。教育や被害者学などについての専門的なアドバイスを得て、刻々と変わる非行防止対策に生かそうと、県警が7月に常盤大学に呼びかけ調整を続けていました。調印式では県警の大平治本部長と常盤大学の森誠一理事長が協定書に署名し、握手を交わしました。県警少年課によると、県警と大学の協定締結は関東管区警察管内の10件で初めてということです。多様化複雑化する地域の課題等を解決するためには、今まで以上に多様な主体との連携、とりわけ専門的な知見や人材等を有する大学との連携は対策を推進する上で重要な基盤になるものだというふうに考えております。東京大学には少年の非行防止教育等の取り組みや少年警察ボランティアの人材育成、地域連携の在り方など、非行少年を生まない社会づくり全般についてお力添えいただければというふうに考えております。いささかなりとも音楽の学生がですね、社会に役立ってくれるということであれば、この協定については私ども本来の幸せだというふうに考えております。学生であれば、まあ、18歳から22歳ぐらいまでの年齢で若いのでですね、声をかけると割と大人が声をかけるよりもですね、それにこう応じてくれる、そしていろいろ答えをしてくれる、そういう中で会話を通しながらですね、
そういう少年少女たちがですね、まあ、立派に社会でですね、活躍できるような人材に育っていく、そういう手助けをしていきたいということで、あの警察の方からはあのそういう活動について大変ですね、あの評価をいただいているということでございます。うん、やっぱり年齢が若いから、うん、話しやすいということもあるんだと思うんですよね。はい、大学生サポーターの育成強化のほか、県警の非行防止教室や被害者支援などに時和大教授らがアドバイスします。最後のニュースです。 JR 水戸駅北口とひたちなか市枝川地区を結ぶ県道一毛水戸線のうち中川に架かる新水府橋の開通式典が昨日開かれ、地元の中学生や4世代の親子らが参加してテープカットや渡り染めが行われました。開通したのは新水府橋およそ354メートルと取り付け道路部分を合わせた総延長およそ700メートルの区間です。片側1車線で幅も広くなり、両側に歩道が整備されています。式典では通学で利用している水戸日中2年生の磯野響さん、橋本直子さんや橋本勝知事らがテープカットをしました。どうぞ。この後、水戸市栄町生まれの瀬谷雄介さん、凛香ちゃんと妻、父母、祖父母の4世代親子らが渡り染めをして開通を祝いました。いや、道路の真ん中走るのは気持ちいいですね。本当に招待していただいて、大変感謝してます。こんだけ広くなったらもうそういう事故とかもなくなっていくんじゃないかなと思います。古い水府橋は1932年に架けられ、80年以上が経過して老朽化していました。取り付け道路部分が中川の堤防整備に支障をきたしていたことから、県と国土交通省が共同で2003年度から架け替えを進めていました。いわきらいのコーナーです。毎週金曜日のこの時間は水戸芸術館アートディスカバリーをお届けします。今日は水戸芸術館広報の山本久子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで水戸芸術館さん、はい、11月12月とイベント盛りだくさんということで、うん、お話を伺ったんですが、はい、まさに芸術の秋ですね。そうですね、はい、本当にもう秋も深まって、私ちょっと風邪ひいちゃったんですけど。大丈夫ですか？今流行ってますもんね。流行ってるんですが、芸術館は元気に開館しているので、皆さんも体調には気をつけて、ぜひこの芸術の秋を堪能していただければと思います。はいはい、そして今日はどんなイベントがご紹介いただけるんでしょうか。はい、では早速コンサートのご案内から参りましょうか。はい、コンサート、はい、今私のこちらにも出ております、はい、茨城の名手名歌手たちというコンサートから、はい、ご案内いたします。はい、こちらはですね、芸術館の開館以来、第23回となっておりますからね、23年、1年に1回ですから、はい、23年続いている企画です。長いですね。はい、こちらはですね、茨城県にゆかりがある、はい、あるいは茨城県出身だよというような演奏家たちをですね、はい、オーディションで、はい、その実力を競っていただきまして、はい、オーディションで選ばれた方々に出演していただく、そんなコンサートなんですね。そうなんですか。はい、ですので、こう茨城県内から羽ばたいていく若い才能、こちらの発掘を目的とした企画なんです。確かにお写真見ると、うん、若い方がたくさんいらっしゃいますよね。そうですね、はい、美しい方、そしてこうキリッとねしたあの決意に満ちた表情の、そうですね、お着物の方もいらっしゃいますし、そうですね、いろんなジャンルの楽器の方がいらっしゃるんですね。うん、そうですね、今年は1年おきにジャンルを決めてオーディションを行っているんですが、そうなんですか。今年はピアノと、あと弦楽器ですね、なのでバイオリンですとか、あるいはこう
日本の楽器、邦楽器と呼ばれている三味線とか笙とか、まあ、そういった楽器が日本の楽器もたくさんあると思うんですけれども、はい、そういったジャンルでオーディションを行いました。へ、うん、そうなんですか。はい、なので来年もまたこう違うジャンルでオーディションを行う予定で、はい、おそらく来年はこう打楽器や管楽器ですね、はい、であと声楽、お歌の方ですね、こういったジャンルなども控えております。はい、やはり芸術館、茨城県の県庁所在地の水戸にあるホールですから、そうですね、はい、こういったこう茨城県地元にゆかりのある才能を応援していこうと。なるほど、はい、これからもうどんどん有名になるかもしれない方々ですもんね。うん、そうですね、はい、なのでこれから羽ばたいていく才能をいち早くチェックする機会となると思います。はい、こちらは11月9日土曜日夕方6時開演のコンサートとなっておりまして、はい、料金は全席自由で1500円となっております。お安いですね。そうですね、お気軽にお越しいただければと思います。はい、こちらチケットの方にはまだ随分と余裕があるようですので、はいはい、ぜひお誘い合わせの上お越しください。わかりました。続きまして、はい、趣を変えまして、大沢さん、ジャズはお好きですか？ジャズ好きです、うん、ちょっと大人の雰囲気もあっていいですよね。そうですね、11月17日には、はい、タイトルがスイート&スイング楽しいジャズコンサート、うん、楽しいジャズいいですね、はい、こう題しましたコンサートが、行われます。はい、こちらはですね、水戸市が市民の方々により芸術や文化に気軽に楽しんでもらえる機会を設けてみようというふうな趣旨で、はい、芸術文化活性化授業ということを行っているんですけれども、この芸術文化活性化授業の一環として行われるコンサートです。そうなんですか。はい、この趣旨の通りですね、はい、このコンサートではもう老若男女、うん、どなたでも肩肘張らずに思わずこう、この曲聴いたことあるなっていうふうに、体も心もスイングしてしまうようなジャズの名曲が演奏されますよ。そうなんですか。幅広い方にお楽しみいただけるんですね。そうですね、はい、A 列車で行こうとかね、シングシングシングですとか、レミゼラブル、もう本当にちょっとこうここでご紹介しきれないぐらいたくさんの、はい、名曲が、はい、名曲が演奏される予定でございます。なるほど、はい、こちらは11月17日日曜日、はい、午後2時からの開演となっておりまして、料金は全席指定で1500円となっております。こちらもお得ですね。そうですね、はい、やはりこうご家族みんなであるいはお友達とこぞってね、お出かけいただきたいなというようなコンサートになっております。はい、こちらもまだお座席の方はご用意できるようですので、ぜひお求めください。はい、そして落語の方もあるそうですね。うん、はい、そうですね、はい、劇場、今コンサートの方をご案内しましたが、はい、ACM 劇場の方でも11月、はい、12月と目白押しでございます。水戸芸術館では、はい、伝統芸能のすすめっていうシリーズを、はい、今年度いろいろとご紹介してきたんですが、はい、その第4回目が11月26日にございます。4回目ですね、はい、はい、春風亭昇太さんの独演会、お、有名なお方ですよね。うん、そうですね、ニックネームがちび師匠なんていうお名前で、はい、はい、いろんな方に、好まれている落語を、披露してくださるこの翔太さんなんですけれども、はい、ちょっとごめんなさい、翔太さんなんですけれども、はい、こちらはですね、もう大変人気でチケットが完売しております。完売ですか。完売しちゃいました。さすが翔太さん。さすが翔太さん、はい、それでですね、はい、当日券がご用意できます。当日券が、はい、はい、ACM 劇場で行われるものはですね、はい、当日券が出ることが多いんですね。あ、そうなんですか。はい、なので前売り券が完売してしまっても、はい、諦めずに、はい、アタックしていただきたいなと思うんですが。なるほど。公演日までに発生してしまったこうキャンセル券ですね、はい、お客様が一旦予約したいんですけれども、いけませんということでキャンセルになってしまったものは、はい、普通に当日券として、ご用意するんですが、はい、その他に立ち見券と、あとチャンスシートというこの2種類をご用意することが多いです。はい、チャンスシート、うん、どんなシートなんですか。はい、こちらはですね、はい、通常前売りの状態では販売できないお席、つまりですね、こう
舞台の様子がわからないとこの席、うん、ひょっとしてちょっと見えにくいかもしれないとかね、音が聞こえにくいかもしれない、はい、そんな風に当日になってみないと実際の様子がわからないかもしれない、うん、そういう席は前売りでは用意しないんですね。そうなんですか、はい、なので当日になってみて、ここ意外とちゃんと見れるねとか、あ、十分音聞こえるねと、はい、そういったお席が分かった時点で、はい、ご用意しますので、このチャンスシートは開演の1時間前、はい、本当にもうギリギリに、はい、決定してその場でも販売と、はい、そうなんですか、そういうお席なんですね、なので、ACM 劇場で例えばその事前にねちゃんといいお席を予約したいんだけれども、はい、お仕事ですとか、あるいはまあ体調とかね、はい、ご家族のご都合とか、事前の予約がちょっと怖いななんていう方は、はい、ぜひこの完売しちゃったけども諦めずに、この当日券を目指して劇場の方にお越しいただければと、はい、本当ですね、はい、当日のチャンスがかなり大きいですね、はい、はい、で先ほども言ったように少しこう前売りとしてはどうかなっていうお席が用意されますので、はい、料金がお安いんですね。お安いんですか、うん、お得ですね。そうなんです、そういった意味でもまあチャンスもダブルのチャンスがあるというような感じでしょうか。そうですか、はい、当日券があるということで。そうですね、はい、ですのでまあ直近で言いますとこちらの春風亭昇太さんの独演会、はい、当日券のご用意がございますので、はい、まずは朝9時30分に芸術館のチケット予約センターにお問い合わせをしてみてください。わかりました。ということでここまでコンサートと落語のお話ですね、はい、いただきました。一旦 CM を挟みます。京成百貨店さんで10月の30日から11月の5日まで京都展をさせていただいてます。今年も京都から、たくさんお店一緒に寄せていただいてんので、実演もさせていただいてます。ぜひ皆さん来てくれやす。そしてまだまだ芸術館さんイベント盛りだくさんということで、はい、今度はミュージカルもあるそうですね。はい、はい、ミュージカルです。こちらです。どんなミュージカルですか？こちらはですね、はい、ACM 劇場で行われるミュージカルなクリスマス、はい、ミュージカルなクリスマスも12月になったらクリスマスですもんね、うん、もうねあと残り2ヶ月となりましたから、クリスマスでウキウキする方とそうじゃない方といるかもしれませんが、はい、皆様にウキウキしてもらいたい、はい、ね、ということで、はい、ACM 劇場ではこのミュージカルのクリスマスをご用意してみました、はい、これまでですね、芸術館ではコンサートホールでは毎年人気 の、はい、定番のクリスマスコンサートというのを行っていまして、はい、これはもう本当にもう待ちに待っていますよというお客様とてもたくさんいらっしゃるんですけれども、 ACM 劇場では実はこう、はい、クリスマスのイベントというのはあまりこうというかほとんどやってこなかった。あ、そうなんですか。はい、なんですよ。今回は初と言っていいでしょうね。そうなんですね、うん、ですので、まあ、通常のコンサートは、はい、ホールで行われておりますので、うんうん、劇場ではミュージカルでお楽しみいただこうと思います、なるほど、はいはい、こちらはですね、出演にミュージカル界の歌姫と呼ばれている土井優子さんという方、はい、土井優子さん、はい、あとは劇団四季のライオンキング、あるいは美女と野獣というそうそうたる大きなステージでメインキャストを務められた吉原光男さん、はい、この2人による豪華なステージです。そうなんですか、うん、こちらの後ろバックを固めますのは、ACM 劇場の専属劇団、はい、劇団 ACM のメンバー、はい、そして今年の6月から水戸芸術館でソング&ダンスクラスという市民の方を対象にした歌と踊りのクラスが、うん、学校があったんですけれども、そこで勉強した皆さんたちもこの豪華な、ゲストの後ろで歌って踊れるという。そうなんですか、はい、一般市民の方も一緒になって。そうなんですよ、すごいですね、はい、なので今こうそのグランサーズというグループを組んで、このステージに向けて練習してるんですけれども、非常にもう意気込みが、強いみたいですよ。本当に豪華メンバーと一緒に共演できるということで。そうですね、土井さんという方はどんな方なんですか。はい、はい、この方はですね、はい、テレビをはじめ、はい、もちろんミュージカルあるいはこう舞台さまざまなステージで、歌声を披露している方なんですけれども、はい、
例えばですね、2008年に打ち上げられたスペースシャトル、はい、スペースシャトル突然スペ宇宙にお話がありますけれどもそうですねスペースシャトルエンデバーで、はい、のモーニングコールとして土井さんの歌声が流れたっていうエピソードもお持ちなんですか。そうなんですか、うん、モーニングコールがかかるんですね。はい、はい、宇宙にいるとシャトルの乗組員たちは今が朝なのか夜なのかわからないんですって。なるほど、うん、ずっと中ですもんね。そうなんです、宇宙に囲まれていると時間の感覚がなくなってしまう、はい、その中でこのモーニングコールというのは非常に重要なんだそうなんですね。時間をこう表して。そうですね。そうなんですか。で、乗組員の面々がそれぞれに自分はこの歌が好きだなとか、うん、この曲で目覚めたいよなっていう風にこう曲を選ぶんだそうなんですね、はい、リクエストできるんですね。はい、その中にあってこの土井さんの曲ふるさとが日本の曲として選ばれたという、はい、そんな逸話もお持ちなんです。もう宇宙規模で美しい声をお持ちということですか。そうです、そうです。うわ、すごい方ですね、うん、そうなんですよ。ですのでそういった方の歌声が聞ける機会、水戸ではね、やはりなかなかないと思いますので、はい、この機会にぜひお楽しみください。なるほど、わかりました、はい、ミュージカルなクリスマスは12月14日と15日、はい、同日の2日間開催です、はい、お日にちは土曜日が夜7時開演、日曜日は1時の開演となっております。はい、お席は全席指定で S 席3500円、 A 席3000円、 B 席2500円とですね、うん、この内容にしてはもう非常にお求めやすいお値段かと思います。そうですよね、本当に豪華キャストですもんね、うん、そうなんです。今現在まだ残席があるんですけれども、はい、おそらくもうこれからどんどんね、あっという間になくなってしまうことが予想されますので、うん、そうですよね、今のうちです、お急ぎください。今のうちですね、本当に、はい、はい、そして伝統芸能の方もあるそうですね、はい、そうですね、はい、12月21日にはよろず狂言水戸公演が行われます。よろず狂言、はい、はい、こちらもですね、うん、毎年水戸芸術館の ACM 劇場で行われている人気の演目なんですが、はい、人間国宝の野村万氏と9代目野村万蔵氏との共演でお届けします。そうなんですか、うん、まあ、人間国宝にピクッとしました ね、 ね、人間国宝ってどうやったらなれるんですかねすごい方なんですね。はい、すごい方が登場しますよ。おー、なかなか会えないですもんねそうですね、会いにいらしてください。そうですよね、この狂言ってどういったものなんですかね、うん、どんなイメージがありますか、狂言って。なんかこう昔のゆっくりした喋り方 で、うん、そうですね、なんか歌舞伎とか、うんうんうん、そういった雰囲気と似てるんですかね。そうですね、伝統芸能というとどうしてもね、はい、ちょっと堅苦しくって、はい、よくわからないっていうイメージがある方も多いかなと思うんですが、はい、狂言っていわゆるこうコント、コメディ、もう300年と続く、はい、昔からもう人、日本人であればね、うん、もう言葉がもし古臭くってわからなくても、はい、動きとか様子を見てると、うん、思わずもう笑ってしまう、そんなコミカルな動きと、あとはこうボケとツッコミがいますので、ステージに。そうですか、これはもう現代 の、はい、コントと全く同じです。うん、それが300年続いてますので、すごいことですね研ぎ澄まされたコントだと思ってください。確かに結構です。あ、コントだったんですね。コントです。じゃあ笑ってもいいんですか。どんどん笑ってください。そうですか。もう実際場内はですね、はい、皆さんどっかんどっかん湧いてますので。そうなんですね、はい、一つも堅苦しくありません。それでもちょっと不安だなという方はですね、はい、公演4時からなんですが、2時30分から、はい、この野村万蔵氏によるプレパフォーマンストークというのが行われます。何ですか、プレパフォーマンス。これはですね、はい、この演目はここが見どころだよとか、はい、こういうボケとツッコミが面白いから見逃さないでねとか、そういったレクチャーをしてくださいます。あ、そうなんですか、はい、直々に教えてくださいます。教えてくれます。優しいですね。でしょ、懇切丁寧です、はい、本当ですねなので初心者の方はもちろん、はい、狂言が大好きだよという方もぜひこの機会を楽しみください。なるほど、はい、よろず狂言水戸公演は12月21日土曜日、はい、夕方4時からの開演です、はい、料金はご覧の通りとなっております。こちらもですね、はい、もう残席の方がどんどんなくなってまいりますので、ぜひお早めのご予約をお勧めしております。ありました、はい、ということで11月12月とイベント盛りだくさんということで、うん、はい、ご紹介いただきました。この時間は水戸芸術館アートディスカバリーをお送りいたしまして、水戸芸術館広報の山本久子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
今週のプレゼントは高級銘柄牛常陸牛です。うまいもんどころ茨城フェイスブックは平成23年4月のスタートから皆様のご愛顧に支えられ1万いいねを達成することができました。今回はその突破記念特別企画として茨城県が誇る高級銘柄牛常陸牛を5名の方にプレゼントします。常陸牛は指定生産者の情熱と長い期間培われた改良や確かな技術に支えられて誕生しました。指定農家で飼育された牛が全て常陸牛となるわけではなく、日本食肉格付け協会が定める全国共通の格付け等級に基づき B4 以上の最高級の肉のみが常陸牛として認定されています。今回は茨城県から常陸牛5000円相当を Facebook と合わせ合計5名様にプレゼントします。応募期間は11月18日までとなります。応募は茨城食と農のポータルサイトおよびうまいもんどころ茨城 Facebook から。たくさんの応募お待ちしております。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりご紹介していますので、皆様ぜひご覧ください。続いては茨城新聞ピックアップです。本物そっくりの2200本、こちらの話題です。潮来市の水郷街角ギャラリーで樹脂粘土製の草花が並ぶ展覧会が今月3日まで開かれています。市内で活動するアトリエソムエの会員たちが手掛けたもので、本物そっくりの74種およそ2200本が咲き誇っています。制作に使われたのはデンプンを主原料とした樹脂粘土、弾力性があり薄く伸ばしても壊れにくい特徴があります。固まると透明になるため粘土に絵の具を練り込むなどして着色、対策になると完成まで数ヶ月かかるといいます。作品はどれも本物と見間違うほどのリアルさですが、成果ではないため季節にとらわれない展示が可能で、会場には秋の草花だけではなく椿や桜、雪をかぶった福寿草なども並びます。続きまして2つ目の記事、こちら自転車で30キロ思い出に、こちらの話題です。石岡市朝日台の市立東小学校の学年行事小伊勢川サイクリングが昨日開かれ、6年生95人が学校から石岡市柿岡の八里総合支所までの往復およそ30キロを自転車で走りました。総合的な学習の時間を活用して強度を感じるとともに学年の団結心を深め、最終学年の思い出を作ろうと昨年初めて実施し、今年で2回目。コースは豊かな自然の中を走る小伊勢川サイクリングロードで、保護者がボランティアで交差点の安全通行などに協力しました。児童実行委員長の山田夏美さんは、地域のいろいろな景色が見られたのが良かった、みんなで楽しく走れいい思い出になったと話しました。以上、茨城新聞ピックアップでした。 IBS 茨城放送といわきら TV のコラボレーション、いわきら TV スクーピーレポートのコーナーです。今回は全国コロッケフェスティバルについてのレポートです。どうぞ。私がお邪魔しているのは龍ヶ崎市上町にありますチャレンジ工房ドラステです。ひらがなでドラステと書くこの場所なんですけれども、地元のお母さんたちがですね、いろいろなお惣菜などを作って販売しているお店で、チャレンジ工房という名前の通り皆さんいろんなことにチャレンジしていらっしゃるようなんですけれども、今日のこの時間はこちらからおいしい話題、今週末11月3日の日曜日祝日にこちらを会場に行われます第1回全国コロッケフェスティバル in 龍ヶ崎についてお伝えしていきたいと思います。といってもこのドラステだけで行われるわけではなくて、関東鉄道龍ヶ崎線の龍ヶ崎駅前の東に伸びている商店街、こちらが本町商店街大通りという場所なんですが、こちらを会場に行われるんですね。その他にもにぎわい広場などでも行われるようです。いろんなお店が出店しているということなので、詳しいお話を伺っていきたいと思います。でまずは龍ヶ崎市商工会会長で実行委員長の川北次男さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。まずはこのコロッケフェスティバルについて伺
っていきたいと思うんですけれども、今回第1回なんですね。はい、そうですね。ね、初めての開催ですが、はい、これどういったことで、きっかけは何だったんでしょうか。まあ、あのコロッケっていうのは、まあ、主食ではなくて脇役、はい、うん、で今全国的にね、B級グルメが大変流行っておりますけれども、はい、まあ、そういう意味でね、じゃあ脇役のコロッケも全国で集めてみようということで、うん、今おかげさんで、全国から約20の自治体が参加して、コロッケで一番おいしいコロッケはどこだろうということで、そういう意味で、まあ、始めました。うん、まあ、最近あの県内ではだいぶ浸透してきましたけれども、龍ケ崎市はこのコロッケで町おこしをしようという試みが行われていますよね。でそういったことと、今回あの龍ケ崎市の市政施行60周年記念だそうですね。はい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 、そうですね。あの昭和29年に市の執行になりましてから、うん、ちょうど60年ということもありまして、はい、まあ、茨城県のね、この食で、草分けな存在だったこのコロッケを、うん、じゃあ全国的に広めよう、こういうことで始めました。そういった第1回全国コロッケフェスティバル in 龍ケ崎、詳しい開催の内容については龍ケ崎市の商工振興課課長の大竹昇さんに伺ってまいります。大竹さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずですね、はい、コロッケの女性によりますコロッケ大食い選手権をこれを開催いたします。女性だけが参加できるんですか。そうです、女性だけのコロッケ選手権です。おこちら、参加するためには何かエントリーは必要なんですか。一応ですね、20歳以上で、募集いたしました。おもう決まってるんですか。12人の方がエントリーしております。なるほど、じゃあこれ楽しみですよね。たまたまですね、当時にあのフードファイター、女性のファイターがいらっしゃいまして、その方を中心に、地元に流通経済がございますので、はい、そこの女子ラグビー部の学生も多く参加します。頼もしい感じがしますね。体育会頑張ってもらいたいですよね。あのそういった女性だけが参加できる大食い選手権の他にはどういったものがあるんですか。はい、先ほど川北会長のお話がありましたけれども、はい、コロッケ20点によるコロッケナンバーワンコンテストが以上エントリーしております。なるほど。でそのコロッケフェスティバルに出店するお店なんですけれども、まあ、たくさんのお店が出店しています。20点というお話ありました。例えば他県からどういったお店が出店しているんでしょうか。まずあの一番東からですけども、青森県の海運コロッケ、うん、または西からは長崎県の長崎市からのコロッケも出店する予定であります。おお、遠くから結構あるんですね。その中でもあのサンコロ会という会がございまして、うん、龍ケ崎市を含めまして静岡県の三島市、富山県高岡市の高岡とのサンコロ会の協定というのを結んでおりまして、お互いにイベント協定の中でコロッケで大いに競っているところであります。確かにコロッケっていうのはとってもポピュラーなお惣菜ではありますけれども、これは他の地域でコロッケが美味しいお店、力を入れているお店、そういったやっぱりコロッケで町おこしをしようと頑張っている地域、どういうつながりで発見したんですか。これたまたまですね、市の職員同士のその情報の提供というのがありまして、はい、たまたまその高岡の職員の方が当時に見えまして、うん、そこからイベント交流に始まったということであります。なるほど、とってもなんか心が温かくなるような、そういったあのいろんな県の方々、市の方々がこう情報交換する場においてそういった情報交換もされるんですね。わかりました。であの実際には当日は審査対象にはならない、どうしても龍ケ崎で開催ということで、そこにいらっしゃった龍ケ崎市民の方が龍ケ崎を肩入れをしてしまうととっても残念だということなので、この龍ケ崎市で販売しているものは審査対象にはならないそうなんですが、販売はするということで、ということでこの第1回全国コロッケフェスティバル in 龍ケ崎なんですが、はい、龍ケ崎の市政施行60周年記念ということで、今度の日曜日です、11月の3日日曜日祝日に開催となります。でお時間なんですが、午前10時から午後3時まで、荒れた天気の場合は中止となります。でそして場所はにぎわい広場、そして今私がいますこのドラステよりも少し西の方にあります交差点まで、関東鉄道龍ケ崎線の龍ケ崎駅前の東に伸びている商店街、こちら2キロメートルほど続いている商店街なんですが、そちらの半分ほど800メートルほど使いまして、この
龍ヶ崎駅前の商店街本町商店街大通りで開催となっています。先ほど大竹さんのお話にもあったようにいろんなイベントが盛りだくさんですので皆さんコロッケぜひ味わって投票して自分のナンバーワンを決めてみてはいかがでしょうか。今日のこの時間は龍ヶ崎市の上町チャレンジ工房上町チャレンジ工房ドラステから第1回全国コロッケフェスティバル in 龍ヶ崎についてお伝えしました。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。待ってます。ホテルあゆ亭のおかみ椎名美奈子さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。早速なんですけれども、あゆ亭さんの周辺とかでのおすすめスポットなど教えてください。はい、私がおすすめいたしますのは、あのホテル全面を流れます清流久慈川でございます。常宮市には、漁獲高が、1位の中川と2位の久慈川が流れておりまして、その清流の持つ魅力と独特な雰囲気で素晴らしい景勝を成しております。久慈川、はい、2位なんですね。2位なんです、はい。で、あの御前山、同じ常陸大宮市の御前山の方には中川も流れております。あ、そうなんですね。市内に2本の大きい川が流れておりますので、その他にはどういった場所があるんですか、楽しみ方としては。常陸大宮市は奥久慈の玄関口でございますので、黒田の滝や竜神橋などアクセスもいいんですけれども、私がお勧めしたいのは目的を持った旅作りをしていただきたいということをお勧めしております。目的を持つ、市内には、たくさんの設備の整ったスポーツ施設がございますので、ゴルフや、テニス、それから野球、カヌーなどもできます。カヌーもできるんですね、それとスポーツ以外でも、ハイキングや、フルーツ狩り体験などもできますので、そういった目的を持った旅作りっていうのを計画していただけると一泊だけではなく、2泊3泊とお泊まりいただいて、いろんな楽しみ方ができると思います。おかみさん的には、どういった目的が一番のおすすめですか。スポーツとか。スポーツはいいと思います。あと日本の国内で有名な西の内和紙っていうのがございますので、西の内和紙、西の内和紙って昔からすごく有名な和紙でございまして、戦争中は風船爆弾の材料としても使われた丈夫な和紙でございます。でその和紙を、体験していただくのにスキエ体験というのがありまして、スキエ、お子さんでもできる体験になっております。あと日立焼きそばが有名ですが、そば、打ち体験などもできますし、さまざまな目的を持って市内の方にいらっしゃっていただけたらと思っております。じゃあ本当事前に調べれば調べるほどいろんな楽しみ方ができる、そうです、で時期によってもやっぱり楽しみ方も変わってきますよね。変わってきますが、大体スポーツなどはもう一年中通してできますし、いろいろな体験も お電話いただければ何なりとご相談にも乗りますので、まずはお電話をということで、それではおかみさんのホテルあゆ亭、どういった旅館なのかホテルなのか、ご説明をご紹介をお願いいたします。私どものホテルあゆ亭は前面に、先ほどもお話ししましたように久慈川が流れておりまして、裏手には山というとても風光明媚な場所にございますので、都会の喧騒を忘れ昔懐かしい山里を感じていただけるホテルになっております。で、お料理の方は、地元産の天然アユを中心に山のもの、川のもの、その他地元で採れた素材そのものの味を大切にしたいと思いお料理しております。それと、私事ではございますが、ボタニックアートのインストラクターの資格を有しておりますので、押し花や、それから井戸閉じ染めの体験をいたしておりまして、お庭で採ってきていただいた草花で、旅の思い出作りのお手伝いをさせていただけたら、と考えております。それはホテルあゆ亭さんの中で体験教室みたいな、はい、
お母様と娘さんの親子二人旅とかの場合にはどうしても朝食の後とか時間が空いてしまったりとかするので、はい、そういう時に一緒に私も一緒に楽しませていただいております。そういったものには料金とか何かかかったのか。料金はお泊まりいただいたお客様には一応サービスとしてさせていただいておりますので、はい、じゃあもう純粋にちょっと空いた時間にとかでもお話ししていただければそういうのを楽しむことができるんです。そうです、はい。その他にも何か今日はお土産どういったものがあるのかということで、はい、お持ちいただいたんですよね。一応鮎の開きなんですけれども、はい、朝食に七輪で焼いてお出しておりまして、はい、その他にはこのようにパックにして、はい、お土産にもご提供いたしております。一夜干しなんですけれども、はい、一塩になっておりますのでそのまま焼いて頭からパリパリと食べていただけます。はい、全部食べれるんですね。全部食べれます。はい、それ朝食で七輪で、はいはい、やっております。素敵な朝食です、はい。その他これから、まあ、10月11月にかけて、はい、ホテルやその周辺でのイベントなど何かございますか。はい、私どもの対岸にございます、はい、清流公園で11月の16日に、はい、山形塾芋煮会というものが行われます。はい、芋煮会、はい、それは、はい、関東一の大鍋で、はい、奥久慈しゃもや里芋などを煮ますので、はい、絶品でございますのでぜひ、いらっしゃってご賞味くださいませ。それはもう一般の方は誰でも行けば参加できるものですか。はい、そうです。はい、有料でございますが、はいはい、11月の16日、16日土曜日でございます。毎年やられているもの。そうです、はい、この時期に、はい、ぜひ、ね、これをご覧になった方は足を運んでほしいですね、はいはい。それでは最後に視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、春の桜祭り、それと夏の鮎の里祭り、そして芋煮会と清流久慈川沿いでは楽しい催しが盛りだくさんでございます。その他にも常陸大宮市には、日帰り入浴施設いたしましてサンタの湯や色彩館、笹の湯などもございますので皆様常陸大宮市に、そしてホテル鮎亭にいらっしゃっていただけますようよろしくお願いいたします。いわきら医療ワンポイントアドバイス、こんにちは県立病院ですのコーナーです。このコーナーは毎回県立病院のスタッフの方々にスタジオにお越しいただいて正しい病気の知識やその治療法について分かりやすくお話しいただくものです。今日は茨城県立子ども病院の看護師の吉澤さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて吉澤さんは小児救急看護認定看護師ということなんですけれども、普通の看護師とは違うんでしょうか。特別違うことはありません。ただ看護師となって経験を積み、さらに一定の教育期間を経て認定資格を取得しています。小児救急看護の分野において専門性の高い看護を実践できることと看護ケアの質の向上により貢献する使命があります。今回は小児救急の中でも患者の数が多い子どもの発熱についてお話をしていきたいと思います。子どもは急に熱を出すことが多いですよね。はい、子どもの発熱については38度以上のお熱があっても機嫌が良くて元気で食欲もあり水分が取れているようならあまり心配しなくても良いと言われています。しかし症状が軽くても不機嫌だったり食欲がないときはかかりつけの小児科の受診をお勧めいたします。なるほど。熱が高いときは解熱剤を積極的に使った方がいいですか。解熱剤は病気そのものを治すものではありません、発熱のために体の辛さを一時的に軽くしてあげるものです。熱が出たからといって必ず使わなければいけないわけではありません。熱が少しでも下がって体が楽になった時に食事や水分を取らせてあげたり休ませてあげるために使いましょう、はい。それと解熱剤を使用して熱が 0.5 度から1度下がれば効果があったと思って良いでしょう、うん。急激にお熱が下がるということはあまりないです。しかしお熱があってもご飯が食べられる、水分が取れる、眠れる、遊べる、おしっこが出るという、く、寝る、遊ぶ、出る
ができているとお子さんはお熱に負けてないと言えると思います。これができていることはとても良いことです。なるほど、熱が高いからといって慌てなくてもいいんですね。そうですね、発熱とは体がウイルスや細菌と戦っている証拠です。お熱が高いからといっても必ずしも重い病気というわけではありません。はい、ただし急いで病院を受診した方が良い時のお熱もあります。と38度以上の発熱があって、かつぐったりして元気がないと、お母さんと目が合わない、遊べないと、母乳やミルクなどの水分を取るのを嫌がる、あとは息苦しそう、もともと病気を持っている、半日以上おしっこが出ない、生後3ヶ月未満の赤ちゃんです。そうなんですか。生後3ヶ月未満の赤ちゃんの発熱は緊急性があるんですか？はい、生後3ヶ月未満の赤ちゃんだと発熱は調子が悪い時の大事なサインであることが多いです。あやすと笑うという発達もまだ乏しいし、機嫌がいいのか悪いのか、眠いのかぐったりしているのか見分けがつきにくく、症状が分かりにくいと言われています。また免疫の機能も未熟ですし、重症な感染症の可能性も否定できないからです。それとこのような時はミルクの飲みがいつもより悪いことも多いです。でこのような場合はシャープ8000の電話相談やかかりつけ医に受診をしていただいた方がよろしいかと思います。また茨城県では茨城子ども救急電話相談として、平日の夜間と休日の昼間に子どもの急な病気への相談窓口を設置していますので、そこにご相談ください。わかりました。最後になりますが、発熱で病院にかかる時のポイントを教えてください。はい、いつから何度の熱がどのくらい続いたか、ご家族で同じ症状の方がいるかなどの情報を整理しておきましょう。そのためにも熱が出てからの様子をメモしたりしておくと良いかもしれません。今は携帯電話やスマートフォンで皮膚の様子や便の様子を写真に撮ったりして、受診の時にお持ちになるご家族もいらっしゃいます。先生にはよく様子が伝わっているようで、とても便利です。またお子さんの症状や食事の状況や飲んでいるお薬などについて説明できる人が一緒に病院に行くと良いでしょう。初めてかかる病院には必ず母子手帳を持っていきましょう。予防接種や発育歴などが分かる大切なものです。はい、それと緊急性が低いときはできるだけ昼間の受診をお勧めいたします。より多くの医療スタッフがいますし、検査やお薬の投与なども十分に対応できます。はい、かかりつけのお医者さんを決めて、日頃からいろいろなことを相談できるようにしておくと良いかもしれませんね。わかりました。今日は茨城県立子ども病院の吉澤さんにお越しいただきまして、子どもの発熱についてお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今週末は3連休、週末のお出かけ情報のコーナーです。まずご紹介するのはこちら。明日、明後日の2日間、笠間芸術の森公園で茨城を食べよう収穫祭が開催されます。会場には数多くのテントブースが出展して、茨城県産の農林水産物や加工品の展示販売が行われます。ステージでは茨城ゆかりのアーティストによるライブや茨城ガーショーのほか、吉本タレントによる茨城宣伝隊が登場し、茨城の魅力を PR します。会場周辺は混雑が予想されますので、無料臨時駐車場からサトルバスをご利用ください。続きましてはこちらのイベントです。3日の日曜日から大子町の袋田の滝のライトアップが始まります。今年は17色のライトが30パターンで変化し、滝を幻想的な空間に作り上げます。期間は来年の2月11日までの金土日と祝日、年末年始で、時間は日没から午後8時までです。ぜひ滝気候、秋の美観瀑、冬の氷瀑へ足を運んでみてはいかがでしょうか。続きましてこちらのイベントです。年に一度の茨城町の最大のイベント、2013茨城まつりが4日月曜日に開催されます。人気のキャラクターショーやご当地アイドルをはじめ、デジカメなどの
豪華景品が当たるビンゴゲーム大会も行われます。またしじみカレー早食い競争、コーラ早飲み競争など来場参加型のイベントも行われ、会場を盛り上げます。フィナーレには夜空を彩る花火も打ち上げられますので、ぜひこの活気あるイベントにお越しください。以上、週末のお出かけ情報のコーナーでした。そして気になる今週末のお天気ご紹介します。はい、はい、今週末2日の土曜日は晴れ時々曇りです。降水確率は 10%、 日中の最高気温は20度になっています。3日は晴れのち曇り、降水確率 20%、 日中の最高気温22度です。そして4日の月曜日は曇りのち晴れとなっています。降水確率 40%、 日中の最高気温は21度の予報です。3日間お天気持ちそうですね。そうですね、はい、21度22度まで上がりますので、うん、はい、結構過ごしやすく、うん、いろんなところイベント参加皆さんできそうですね。そうですね、はい、ぜひ今週末お出かけお楽しみください。はい、それでは来週の火曜日のいばきらいのゲストをご紹介いたします。水戸市立博物館の学芸員の方にお越しいただきまして、開催されます展覧会についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。さあ、そして毎週金曜日いばきらナイトはチャンミオマックスです。今夜9時です。こちらもご覧ください。それではこの後も笑顔あふれるキラキラな週末を。